イカリソース株式会社は、兵庫県西宮市に本店及び工場、大阪府大阪市福島区に本社を置く調味料メーカーである。1896年2月に大阪で食品販売代理店として山城屋を創業し、日本で初めて本格的なウスターソースを製造、販売した企業である。1951年、社名を 山城屋からブランド名と同じ、怒りソースに変更した。社名である怒りとシンボルマークとなっている、怒りマークは、創業者、木村孝次郎が乗っていた船が、中国で、船火事を起こした際に、自身の救命袋を妻子ある友人に譲り、避難するため海中へ飛び込んだ際に、救命ランチの怒り綱に捕まって九死に一生を得た、ことから、 自身の命の恩人である怒り綱に対する記念と感謝の気持ちを永久に商品に刻みつけるためにソースの商品名を怒りエンソースとし商品に怒りをかたどったシンボルマーク、怒りマークを付けたことが由来である。その縁で一時期 CM キャラクターにポパイを使用していた。創業当時より業務用に力を入れ地元や隣県の洋食店やお好み焼き店等からの 特製ソースの生産を受けようなど、今も老舗の味を支えている。オタフクソースがデイツを甘みに使っている一方、イカリソースはみかんを甘みに使用しており、両者は明確に味と風味が異なる。主に西日本を中心に販売され、西日本の食品業界ではリーダー的な存在だった。第二次世界大戦後はソースを中心とした多角経営に乗り出し、 トマトジュースやケチャップなどのトマトを使った商品の製造、販売を始めた。1970年、当時人気を博したザ・ドリフターズを CM キャラクターに起用し、ドリフメンバーでリーダーのイカリア・チョウスケが発する、俺は、イカリア、ソースは、怒りのフレーズの CM を全国で放送。東日本ではほとんど知られていなかったイカリソースをドリフの CM で全国に知らしめた。 1980年代のバブル期の不動産、株式、ゴルフ場投資への失敗が経営を圧迫する中、3期連続の赤字決算という苦しい経営が続く。それまで、西日本中心だった販路を東日本に広げ、大規模量販店を中心に構成に出るが、ブランド力不足により、販売価格は伸び悩み、マージン、管理費行、製品安という悪循環に陥る。 運転資金年出のため、経営陣による産業廃棄物処理設備をめぐる詐欺事件が発生、不祥事に伴う信用力低下により経営が行き詰まり、2005年5月に会社構成法を申請した。2005年11月、ブルドックソースの子会社、サンワフーズが、イカリソースに称号を変更、構成会社である旧、イカリソースより営業権を譲り受けた。 ブルドックソースの3回リゴは、主に同社ブランドの廉価販売向け製品の生産を行い、その一方で、イカリソースレトロなどの高級品も生産している。また、プライベートブランド商品などの OEM 商品の製造も行っている。かつては、福岡県北九州市もじくで、山城屋百貨店という百貨店を営業していた。もともとは1934年に、 山城屋の文字支店が経営難に陥っていた平屋という地元の百貨店を買収し山城屋百貨店として開業したのが始まりである。その後山城屋百貨店は文字構築区の中心的な百貨店として栄え人々に愛されたが業績の悪化のため2001年3月末に閉店した。詳しくは山城屋を参照。ありがとうございます。